はいどうも、ガイチです。久しぶりです。久しぶりの YouTube。 今日はね、俺が今やってるオンラインファンクラブ、クラブガイチへの入会の仕方がね、今一つ外国の人には難しいということなので、キャンプファイヤーっていうサイトに入ってもらって、そこからね、俺のファンクラブに行って、そこでクラブガイチというところから特典をね、2つあるんだけど、おすすめはチームガイチ FB っていうのがあるから、そっちを選んでいただくまでの動画を、説明を動画でやります。至って簡単なのよね。で、今このパソコンでキャンプファイヤーの動画を流すからね、ここはほら字幕がいっぱい出るようにするんで、各国のね、あの言葉に直してトライして、ぜひみんな仲間になってね。今日のこの撮影風景は、今こっちでうちの会員さんたちがリアルタイムで見てるかな、見てる。まあアーカイブもあるけど、リアルタイムだとこっちには字幕が出るはずなんだ。こうやってね、俺の生の映像を毎日、それとあとブログもね、今の日本はどうだとか、これから俺たちどんなことやって楽しもうか、そういうこと毎日あげてるんで、ぜひみんなも参加してください。では説明始めようか。そうそうそう、これで俺がねいるといけない。これで見えるかな、これね。はい、行くよ、説明ね。まず最初こういう画面になります。そうしたらね、キャンプファイヤー、これ英語でわかるよね、キャンプファイヤーコミュニティね、ここに来てもらう。そうそう、こういう画面になるんで、キャンプファイヤーコミュニティの隣、一番ここ、ここね、新規会員登録っていうところがあるから、そこをクリックまずする。あれ行かねえな。行った？あれ行かないね。行け。ほら、新規会員をクリック。そうすると、次、こういう画面になるんで、ここにメールアドレス。あなたのね、自分のメールアドレスを書いてください。ここにはこれ、新規会員登録って書いてあります。ここにメールアドレスを入れて、確認メールを送信。これ、イングリッシュっていうのを押すと、多分ここ英語になると思うんだ。でもね、英語だけじゃないから、この YouTube を見て字幕で覚えてね。はい。まず最初ね、新規会員登録を押すと次この画面になります。新規会員登録って画面。そうしたらこの赤、ここにあなたのメールアドレスを入れて、このグリーンのボタン、確認メールを送信を押す。こうやって入れる、自分のやつよ。これ押す。そうすると、ね、さっきのメールアドレスに、あのキャンプファイヤーからメールが行くので、ね。で、そのメールに記載された URL をクリック。そして、そこからまたこの会員、新規会員登録を続ける。ね。メールが来たら、そこから続ける。はい、次行くよ。そう、こういう感じでね、あなたのスマホに、キャンプファイヤーからメールが来るから、これを開く。はい、開いた。そうしたらこれだ。そうしたら、ね。こういう画面になります。本人確認のお知らせって書いてある、ここにね。で、キャンプファイヤーから。で、メールアドレス確認。
ね。で、これでメールアドレスを認証するという、ここのね、緑のボタンがあるから、この緑のボタンをクリック。そうすると、次にこう、アカウント情報の登録っていうのがあるから、ここにまずユーザー名、自分のね、ニックネームでも何でもいいから、英語と数字、3文字から32文字までここに入れて、それで下、パスワード、ね、英語と数字、6文字以上、それを入れてください。ね、ここに、そう、ユーザー名を入れて、ここにパスワードを入れる。そうすると、こういう画面になるんで、あ、ちょっと戻ろう。こういう画面になるんで、ここね、利用規約とプライバシーポリシーに同意する。ここにチェック入れて登録。チェック登録。これで終わり。はい、ちょっと戻るよ。いいかい？どれあった？これで終わりだから。これで、キャンプファイヤーに登録できたんで。そうしたら、今この人もう一回ね、アップするけど、プロジェクトを探すというので、ね、俺のクラブガイチ FB を、あ、クラブガイチを探してください。ではまた戻るよ。これ見えてっかな？ね、このプロジェクトを探す。ここを押せば次行きます。はい、次。ね。そうしたら、クラブガイチに参加するにはどうするか。ね。これだ。これ。ちょっと待ってね。そう。で、クラブガイチ。ね。さっきの、まあ、探すでやってもいいんだけど、ここの、クラブガイチに行ったら、まずこれ。赤いやつ、ここわかる？今すぐ参加する、この赤いのをクリック。これをクリック。そうすると、ここにこうやってメンバー特典っていうのが出ます。ここで、クラブガイチでは2つあって、クラブガイチ FB。これはね、さっき言ったように、毎日の俺のブログと、今こうやってね、みんなと話してんだけど、お、今こうやって YouTube のね、収録を撮ってるんだよ。今ね、会員さん見てくれてるから。はい、そうしたらな、どこも言ったっけ、そうそう。それでこういうライブを毎日見られる。ところが、ね、チームガイチ FB っていう方の特典を選んでくれると、月に1回か2回、Facebook の中でね、ルームっていう、ズームみたいな機能があるんで、そこで、俺と顔を合わせて話ができるから、まずはさ、最初、ね、お互い知るために懇親会とかやって、それで、それからなんか企画立てて、じゃあみんなで飲もうかとか、じゃあ、インドネシアになんかいっぱい会員がいるんじゃ、なんとかみんなでインドネシア行って飲み会やらないとか、そういう楽しいことを顔を見ながらできる。で、それを実行する役員になれる。まあ、まあそんな難しいことじゃなくて、俺と一緒にいろいろできるってことでしてよ。それがチームガイチ FB、Facebook ね。チームガイチ FB という特典がおすすめ。で、ここでこの特典選ぶ。まあこれじゃないけどね。チームガイチ FB っていうの出るから、それ出した方がいいのかな？まあ、後で出そう。で、ここチェック。チームガイチ FB をチェック。ね。で、この得点。そうしたら次はここだ。次、ここ。ね。日本の方はこのクレジットカードでもいいし、これ決済の仕方ね。で、外国の方、
僕やってないよじゃなくて、ペイパルっていうのは一番安心安全だから、こういう言い方やだな、安心できるやつだから俺も使ってるし、このペイパル登録してよ。そうするとペイパルやるとここに入ってくるから。ちなみにこれはクレジットカードのやり方ね。でここにクレジットカード番号を入れて、セキュリティコード、カードの裏のやつを入れて、有効期限入れる、他のと同じだ。でここで支払いを決めると。外国の方はペイパルがおすすめね。そうそう、こうやって入れるでしょ。それで次ここね、このプロフィール情報、これはね、一般には公開されないからね、安心して、性別ね、で生年月日、何年何月何日ね。それでこの応援コメント、ここは俺に対して何か言ってよ、頑張って外地とか、まあ好き書いてもどうでもいい。それを書いたら下のこのブルーの確認画面ね、確認画面、これを押す、押した。そうするとここに出てくるからね。ここは決済金額ね、クラブ外地 FB の場合は月1,000円、ジャパニーズ円で、まあ今アメリカで言うと90ドルぐらい、91、2ドルで、チーム外地で俺と直に顔を見て話したい人は月1,300円、アメリカ USA ドルだと97ドルぐらいかな。それを払ってください。そういうことが書いてありますね。でここ見て OK だったら、この完了ね、ここにクレジットカードで払う、ペイパルで払うっていうのが出てるから、まあ外国の方だったらペイパルって出たら OK、 完了、コンプリート、これを押す。おお、そもうほら、ありがとうございます、ここでもう OK だから。そうするとここにね、コミュニティの名前ね、俺のところクラブ外地ってのが出るからね。これでも OK だよ。そうするとここに、あなたは何年何月からこのコミュニティのメンバーですってできます。これで終了。ちょっと待ってね、俺が出るよな、なとかじゃね。こうやってどんどん参加して、毎日さ、俺の情報を見てよ。俺もこれから YouTube とかは、おかげさんでこんなもん買いました、みんなと一緒に遊ぶんでこんなの買っちゃったよとかいうやつを見せたい、そういうことやりたい。だからなるべくプライベートなことはあんまりね、 SNS で広くやってもしょうがないから、このクラブ外地でプライベートなことはやって、でみんなといろいろ楽しくやっていきたいと思ってるんで、ぜひ皆さんも参加してくださいね。仲間いっぱいいた方が楽しいでしょ。 YouTube もやめないから。いや、一人ね、ファンの人が、お前は YouTube を捨てたのかって言われたから、違うんだってね。もっとプライベートでな、もっとより深いところは、今これは会員さんに言ってるからね、こういうプライベートなところはこういうとね、毎日やってるんでしょ、見るんだよ毎日ね、てな感じでやってるんで、まあ、一応 YouTube サブスクライブプリーズね、プッシュ Like it button ね、コメントも書いてね。でこれ見て分かんないことあったらコメント書いてね。でこの YouTube のURL も毎日出してる SNS にあるから、 SNS もだんだんね、だから SNS 今若い頃の俺の写真を出してるってことは、今の俺はここね、このクラブ外地で見てくださいってことです。これからが大変、全部これを字幕にして、翻訳して YouTube ね、あと3日ぐらいで編集終わって流すんで、てな感じで外地でした。ぜひ参加しくよるで。では、これ編集するか、これ止める。